はい、どうもセリカです。今年もね、もう終わりですね。私を知っていただいて、あの動画を見に来てくださって、コメントなど声かけてくださって本当にありがとうございます。すごくね、幸せな1年でございました。皆さんに感謝してます。また来年もぜひよろしくお願いします。ということで、夜も8時になっちゃいましたけども、初見で来た虎の遺跡やっていこうと思います。一応ね、何も見てないとは言いつつも、過去にあったステージなので、まあなんとか食らいついていきたいです。一緒かな、遺跡だから一緒ですよね。鍵も7個一緒だよねなんか攻撃戻ってるとかある？あれ、スタート位置ここだったっけな。あわわわ、なんか多いぞ。ちょっと待って散々やりましたからね。一応ね、あのスキンチェンジまで持っていくために、ついこの間まですっごくやったんですけど、一緒？回り方一緒でいい？待て、鉄球来なくない？え、鉄球は？ないある？うわ、怖い。あの2段で来てた鉄球が今んとこ見当たらない。え、なんか多くない？ちょっと待って攻撃、いや、ちょっと待って、攻撃が何かが違う。うん、鉄球ないっぽい。ちょっと待って、待とう、怖い。え、あ、でも攻撃が別に戻ったわけじゃない。なんかでも強いぞ。なんだ？なんか違う。怖い。鉄球がない。あ、点が多いかな？あ、ほら、点が多い。爆発、なんだっけ？雷。落雷。よしよし、ちょ、怖っ。ゴリラから噴射される攻撃は、やば、半減したまま。だけどなんか多いと思ったら、降ってきてるね。オッケー、これいけんじゃない？一発クリア！いけた！あれ？なんか怖いぞ。怖い。あれが、降ってくる、あれが多いのかな？っていうか、なんか早い気がする、鬼も。危な。これ一回か。きつい。とりあえずはね、ちょっと直前というか、前回タラフクやったので、なんとかいけましたね。やば。と、これで、トラマルオくん、ゲット。危ないよー。ちょっと2階から怖いな。はい、ありがとうございます。はい、ね、丸尾くん受け取ったのがちょっと撮影できてなかったんですが、2階に行きたいと思います。ちょっとね、時間がで9時半ぐらいになっちゃったんですけど、これがね、どうかですよね。あ、そうか。遺跡か。遺跡だわ。5個。あ、スイッチがない。押さなくていい感じ？押さなくていいんだ。とりあえず鍵を5個。あ、こういうことか。いやいや、なんか多いな。多い。この間やってたのより全然多い。お餅がある、お餅。あ、もう3個あったよ。あと2個。あー、待って。雷が多い。点々が多い。やば。そういうことか。激しい。あ、やばいかもしんない。行きましょう。なんとなく分かったよ。5個集めて、ダミーがあるのかな、やっぱり。ない、あるんだ。ちょっとさ、点々が多すぎる。し、なんか早い。でも、噴射される、あの、なんか膜みたいな弾幕は、半分のままです。出すね。喋れないじゃん、待って。こっち行くしかないんじゃない？やばいって、やばいって。あ、そう、そうか、これが半分ぐらいの、あそこね。また助かってる。やばい、この点が急につくっていうのがめちゃくちゃ怖い。何、早いよ、もう来た2周目。早いし、もういい。危ないよー、あと1個。ねえ。ここだ。ないのかい。やばい、ここだね。え、どう駆け上がろうか、これ。外回りかな。いや、見えないんだよ、これ。うわ、白い玉の消えは若干早いかな。それ助かる。お餅。いける？いや、死にたくないな、ここで。いける？あ、門がないと変な感じ。よしよし。やばいんですけども。え、虎やば。点々ばっかり言ってるけど、落雷が多いのかな？バカーンって、爆発する火柱みたいなと、鬼がちょっと、周りが早い気がする。ただ、鬼から放たれる弾幕は、過去に比べると半分ぐらいになったまま。な感じ、感じとしては。よし、行けるとこまで登ろう、今日。動画の尺が、撮れ高ができるまで行こう。とりあえずは3階ですね。やばそうだな、これも。
遺跡だから鍵だ、スイッチがなくなったってことでいいのかな。2個、鍵2個。ちょっと右側にキラキラがもうすでに見えるってことは、ダミーがありますね、これもね。2個中2個ってわけじゃなさそう。行き方はどうしようかな。一緒で行きますよ、とりあえず。一緒の周りで、やってみます。あ、多いよー。多いよー、多い。多いな。やばい。点々が多いんですけども。意地悪。あ、でもルートも一緒に行きますね。待つタイミングとかも。今までやってた通り行きますけども。あ、点々が急につくのが怖い。とどまるとやばいね、これね。ないよー。ない。ない。来ないね、来ないね。違う。ふぅ、ない。この辺。あった。行くよ。見えないよ、これ。行っちゃおう。最後で、ね、ちょっと。よし、行けた。マジでよかった。一回で行けた。ここもちょっと、やばかったけど。さっきの方がひどかったかな、攻撃。あ、ありがとうございます。とりあえず3回も、行けましたね。とりあえず、チケットはね、120枚ぐらいあるんで、4回、5回でも、引っかかろうが、とりあえず青チケは足りるんですけど、よかった。3回もとりあえず1回で行けたのが、ちょっと嬉しい、自分的に。あー、怖っ。ありがとうございます。やばいね。落雷か。落雷に注意ですね。いやー、頑張りたいと思います。ちょっと4回も覗くだけ覗こうかな。はい、ちょっと行ってみたいと思います。はい、とりあえず4回覗いてみようかな。いよいよやばそうですけど。びっくりした、いきなり広告。覗くだけ。怖いな、一応ね、難易度とかも聞かずにやってるので、どの回が異常事態とかいうのも、とりあえず知らないまま来てますが、鍵が9個。やばいんですね、これ。スイッチないのかな?ただ、遺跡はもう触れるだけで、チェックできるので、それがありがたい。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。回り方ちょっと一緒で行ってみます。今までと一緒で。下降りて、上がってきて、反時計回りですね。って言ってたので、それで行ってみよう、とりあえず。あー、そういうことかー。やばそうだ、これ。ちょっとやばいな。これさ、2パターンか3パターンか、いや、何パターンかありますね、この周り。落雷の量。ダメだ、戻ろう。いつもの感じでとりあえずやってみて、鍵がね、まだ、あんま先進めてなくて、どこにどのぐらい鍵があるか、9個でしょ?だからほぼ、調べれば 100% ぐらいの確率で、鍵は見つかると思うんだけど、おーい、ほんとに、いやー!やばいやばい、自分の足元に来るのが一番怖い。知らない間に踏んでるっていうね、現象がある。だから見えないのよ、これ見えないの怖い。ここだ。初めて来た、この辺まで。でも、めっちゃある、めっちゃある。鍵がめっちゃある。終わりだ。あー、戻るのかな。左側。ないぞ。財宝がないよ。この辺に1個ぐらい。まとめるね。あ、あったあった。ないの。あと4個。どこにある。行くしかないか、こっち。いや、危ない。来た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 。ここ見えないの怖い。いや、まだね、噴射されるのが感覚がまだあるから、助かってる。ないの?あと3つある?本当に?結構下まで降りなきゃいけないかな。やばいやばい。初めて来た、ここまで。あー、あるあるある。やばい!怖い!いや、死にたくないな、ここまで来たら。ナイスナイス!これだ、これ!これ!ねえ。やばー。見えないというか、挟まれたね、普通に。白いのに。ちょっとね、回り方変えてみようかな。左からぐるっと回ってみようかな、行けるとこまで。それか左ちょっとチェックして、下に戻って、行った方がいいのかな。とりあえず、行ってみよう。こっち側で。どれが正しいルートとかまだ、行きやすい道がまだ全然見つかって、ない状態。いや、逆回り怖いな。ちょっと怖い怖い怖い。おい、おい、おいよ。戻るか。こっちで、ぐるっとした。ダメかもしんない。反対で行ってた方がよかったかな。無理!あ、大丈夫だった。よし、ここで、こっからいつものやり方できるかな。そうだよね。で、この辺で、鬼を行ってもらって、行くんですけど、いつも。いないから行っちゃおう。とどまってたらなんか危ない。ああ青霧危ない。あと3つ、あと3つ。あ、このルートで行けるのかな。やばいよ。ない。
足に、足元に、よし、ちょっとルートまた変えます。さっきね、本当は左回りでずっと行きたかったんですけど、ちょっとね、ひよったというか攻撃少ないことをいいことに、戻ってってね、いつも通りさっきは回ったんですけども、思いっきり左でぐるりと行ってみようかな。こっち側ね、やっぱ鬼の攻撃強まるから、できるだけね、左側はそんなに通りたくないかったイメージなんですけど、逆走してみる、いつもと逆で。ちょっと怖いけど。行けるとこまで、どっちが行きやすいかなんですよね、まだ。わかんない。いちゃちゃちゃ、怖い怖い、逆走怖い。ねえ、いつもと逆回りやっぱ怖いな。怖い怖い怖い。ただこっちの方が攻撃少ないはずなんだよね。行けるかな。あと4つ。よしよしよし。怖いな、こっち。ちょっと降りなきゃいけないのか、下に。オッケーオッケー。ないないない、ないない。怖いな、ここ。細いの怖い。すごい。多い、多いな。青切り来てる。やばい。ここで、ここで見えなくなるから、ちょっと。どこにある？ない？もうないが邪魔だ。やばいよ。いけそうでいけない感じ。できそうでできない。全然。来た来た来た。ねえ、ここがさ。結構やってる。あのね、長いし、多いし、ちょっとね、できそうでできないんですよ。なんかいけそうでいけないっていう、あとちょっとな気がするんですよね、個人的に。よし、ちょっとあんまり喋れなかったらごめんなさい。オッケー、オッケー。ここは大丈夫ね。これ弱いからね。よし、もうこっちから行こう。いや、これ。いや、できそうなんだよね。でもできないって。チケットめっちゃ使ってる。10枚は使ってるね、結構。よし。真剣です。いや、死にたくない。死にたくないのよ。ここで。命落としたくないわけよ。あと2つ、この辺で会ってくれ。もう一個か。やばいやばい。よしよし、これで最後ね。ねえ、ちょっと待って、危ない。よし、見えないからね、見えないからね。ちょっと慎重に行こう、慎重に。ちょっとね、ごめんなさい、結構夜中になっちゃって声がまだ出せないんですけど、やっといけたよ。むずくないこれ。いやー、面白面白かった。いや、結構できなかったんですけど、今んとこね、面白いが勝って4回は終われましたね。難しかった。むずいよ。ちょっとね、嫌なむずさではなかったかなというギリギリのところで。危ない。ありがとうございました。とりあえず4回までにしとこうかな。はい、ありがとうございました。いけた。はい、ということで、間にね、ちょっとガチャも引いたりしちゃったんですけど、とりあえずは、4回までクリアで、トラモフコちゃん、かわいいもうこれゲットできて満足です。チャレンジでね、このスキンを使ってとかあるんですけど、とりあえずは、まずは登り詰めることを優先したいと思います。かわいいですね、これね。よかった。あとは、進化の書。これもね、受け取りミストがあってね、上さんお休みなんで、受け取りましたが、これはさ、進化するのかな？進化の書使うのかな？トラスキン。使っちゃう、あれかな、ヒカキンさんの要塞と一緒で。ちょっとね、そこまで私、情報がわかりませんけども。次回か、まあ、それ、年明け、5回かな。年納めは4回で、まあ、クリアはね、年内にしときたいので、陰で頑張りたいと思いますが、動画的には、今年はこれで最後かなという感じになるかと思います。とりあえずは最後までご視聴ありがとうございました。そして1年間、温かく見守っていただいてありがとうございました。とってもお世話になりまして、感謝しております。また来年もよろしくお願いします。それではまた、良いお年を。バイバーイ。